はいどうもこんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、12月の PayPay ペイペイは全国のスーパーで最大10%、ドラッグストアの顔商品30%還元です。ということで今回は、久しぶりの PayPay ペイペイですね。この動画では少し先ではあるんですけども、PayPay ペイペイのキャンペーンについてお伝えします。今からお伝えするキャンペーンは使い方によったら結構お得になるので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで今回大きくキャンペーン2つに分けてお伝えします。まず1つ目はこちらですね。またもややってきました。対象店舗で買おう商品をペイペイで1回税込み1000円以上お買い上げなら最大3 0ントペイペイボーナスが戻ってくるキャンペーンでございます。また来たかと言わんばかりのお得なキャンペーンですね。こちらのキャンペーンは12月1日から12月31日までの12月いっぱいのキャンペーンでございます。 というではですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。こちらは、今回のね、キャンペーンの期間中の付与上限が2500円相当までということでございますので、安定のね、いつも通りの計算をすると2500割ることの0.3なので、8333なんで、8334円分使えばね、この上限の2500円相当に到達するということでございます。で、顔のキャンペーンあるあるなんですけども、ここにも出てる通り、お支払い後の画面に、本キャンペーンに伴う PayPay ペイペイボーナスを表示はされませんということで、PayPay ペイペイのね、キャンペーンに 参加されたことがある方ならね見たことあると思うんですけども決済した瞬間にいくらいくら付与されますみたいな画面が出てくると思うんですがそれがこの顔のキャンペーンでは出ませんので気をつけてくださいということでございますそしてね付与される日程に関したら、2022年の2月末頃までの付与を予定しておりますということでございますで気になる対象店舗なんですけども今回ね で、気になる対象店舗は今出てるこちらのお店でございます。最近やっとね、九州にもできたウェルシアですね。福岡ではなくて大分県にね、ウェルシアができ、できたりですとか、まあ僕が知ってるお店であれば、ここからファインであったりとか、あとドラッグイレブンそして松本清志、まあここら辺あたりですね。そして鶴葉ドラッグもありますね。こういったところで顔商品を購入すると30%還元ということでございます。で、対象店舗一覧ということで、順次更新予定ということですので、とりあえずね、ここにも出てるお店らもまあ対象ですよということですね。そして対象商品として、 商品ということなんですけどもキュレルニベアや顔商品は対象に含まれますとそして金棒化粧品とか顔ソフィーナは対象外ですということですねで、キャンペーンのね対象の支払い方法なんですけども今回はねこのペイペイ残高そしてヤフーカードその他のクレジットカードペイペイ後払いこれらの決済を使っても30%が還元されるということですので僕の場合はワインワイルまとめて支払いを使ってチャージをして決済をするのでおそらくペイペイ残高だと思うんですけどももしね 他のクレジットカードを使いたい方は、それをセットした上で決済しても30%付与されるんで、まあそういった方法で使ってみてもいいんじゃないかなと思います。続きまして2つ目のキャンペーン、こちらですね。対象店舗で PayPay 残高で支払いすると、税込み3000円以上のお買い物で、最大5%が戻ってくるっていうようなキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンも12月1日からスタートして、12月31日までのキャンペーンでございます。ではですね、こちらのキャンペーンも一緒に詳細を見ていきましょう。まずこのキャンペーンの主な対象店舗ということなんですね。 ですがまあ、基本的にはスーパーがね、対象ということなんですけども、伊ーヨーカドあったりとか、まあ、西洋とかライフとか、僕が住んでる九州であれば、今出てるのはこちらですね、サニー、西鉄ストア、西無駄って初めて来ましたね、ゆめタウン、まあ、こういったお店が、まあ、対象ですよ、と。まお、あ、そらく大体のスーパーとかが対象になってるっぽいような感じもします。 で、今回は対象店舗で1回の支払い金額が3000以上の PayPay 決済において以下の通りの PayPay ボーナスを付与ということですので、還元率はこんな風に分かれております。誰でも5%付与ということで、これは既存のユーザーですね。で、新規で登録された方、そして3ヶ月間の利用がない方に関しては10%付与ということで、まあ、上限がね、500円と1000円相当なんで、簡単に計算すると、まず既存のユーザーの方の場合に関したら、500円割ることの0.05なんで、まあ、1万円分ね、使うことで、この500円の上限に到達すると。 で、同様に新規のユーザーの方に関したら、1000円が付与されて10%還元なんで、1000円。 割るるここここととととのの0.1 1000 1なんでででちらもね1万円円分使うう相当の上限に到達するといいございまぁ、まあ、今回の条件がね、3000以上というのがね、ちょっと引っかかるとこではあるんですけども、まあ年末にかけてまとめてね、お買い物される方とか、まあそれに向けてのこういった条件になってるんじゃないかなというふうに予想しております。ちなみに、このキャンペーンに関したら、PayPay 残高と Yahoo ーカード、そして PayPay 後払いであれば5%付与と10%付与されるんですけども、その他のクレジットカードをセットして決済した場合は対象外ということでございますので気を付け くださいまあ、今回のこのキャンペーンで気になったのはこの部分ですね。複数のキャンペーンが適用された場合、付与率は最大66.5%となりますということで、 ま、一瞬見た時に複数のキャンペーンが適用されて最大66.5%ってどういうことなんだろうと思って自分なりにちょっと調べてみました。まあ、おそらく該当してるのはこのね、地方自治体のキャンペーンかなと思いまして、これね、ちょっと今日発表されてはいたんですけども、12月、こういった地方自治体でペイペイで決済したら高い還元率でお買い物ができますよというキャンペーンなんですけども、北海道であったりとか東北とか関東とか、12月はこんなところがね、対象っぽいです。東京はね、相変わらず結構すごい還元率で開催されるっぽくて、 この八王子の場合は30%の還元とかねちなみにこれは1月です まあ僕が住んでる福岡県の一部の地域、これ締め町って言うんですけども、こちら12月の1日から12月28日までであれば、こういった20%還元とか開催されてるっぽいんですよ。おそらくこういったのが複数キャンペーンに該当してくるんじゃないかなと思います。他の地域でも20%還元だったりとか、まあ佐賀の場合、こちらも12月で15%還元とか、まあ残念ながらね、今のところ僕が住んでる福岡県の福岡市はね、開催されてないので、ちょっと寂しいとこではあるんですけども、もしね、ご自身が住んでる地域が12月、もし開催されてれば、 結構お得になりそうな感じはしますよね。なので、まあ今回の対象店舗3000以上で、PayPay 決済で5%から10%還元。で、さらにそこら地方自治体の20%からまあ30%くらいのキャンペーン。 で、ペイペイステップがあるので0.5%から1.5%。なので、これら最大の分の10%、30%、1.5%、これらを合わせて、この時点で41.5%になるんですけども、先ほどのキャンペーンページで、複数のキャンペーンを合わせて66.5%だったんで、ま、あ残り25%分足りないなと思って、ま、あ自分なりに考えた結果、おそらくこのマイナポイントのことかなと思うんですよ。確か12月いっぱいであれば、まだマイナポイントでお買い物されてない方はね、 25%分でお買い物ができると思うんですけども、これらを合わせて66.5%で、キャンペーンに参加できるっぽいんじゃないかなというふうに思います。間違ってたらすいません。ではですね、今日お伝えしたキャンペーンまとめていきましょう。まずは、顔とペイペイのキャンペーンですね。対象店舗で顔商品を購入することで、最大30%戻ってくると。キャンペーンの期間は12月1日から12月31日まで。で、条件なんですけども、対象のドラッグストアで、1回税込み1000以上のお買い物、そして顔商品を購入することですね。そうすることで30%の還元 を受けることができます。支払い方法なんですけども、PayPay 残高、そしてヤフージャパンカード、その他のその他のクレジットカードも OK ですし、PayPay の後払いも対象ですよと。で、富上限は1回及び期間中トータルで2,500円相当までなので、8,334円分利用することによって上限に到達します。 で、付与される日程は2022年の2月末頃まで順次付与されるということですね。で、もう一つこちら。対象店舗3000以上で PayPay 決済で5%から10%還元のキャンペーンということで、こちらのキャンペーンの期間も12月の1日から12月31日まで。で、条件なんですけども、対象の店舗、基本的にはスーパーですね。 こういったところで、一回に3000以上決済することで5、5%から10%の還元を受けることができます。支払い方法、対象の支払い方法として、ペイペイ残高払い、あとヤフージャパンカード、そして後払い。まあ、こういったのが対象ですよと。で、与上限なんですけども、既存ユーザーと新規、そして3ヶ月利用ない方で、上限変わってくるんですけども、一回よび期間中トータルで500円相当まで、ちょっとね、これ6万円って書いてるんですけども、正しくは1万円の間違いですね。そして新規、もしくは3ヶ月間利用がない方に関したら、期間中トータル、一回よび 期間中トータルで1000円相当まで付与されるんですけども10%還元なんで1万利用することで1000円相当に到達しますで付与される日程は支払いの翌日から起算して30日後ということでございますで先ほどお伝えしたプラスアルファですね地方自治体のキャンペーンと組み合わせればかなりねお得にお買い物できるんじゃないかなと思いますまあそんなこんなで今回は12月に開催されるペイペイの顔のキャンペーンそしてスーパーのキャンペーンそれぞれについてお伝えをさせていただきましたまあ、僕自身はこの顔とペイペイのキャンペーンはおそらく確実に参加すると 思います。っていうのもね、以前も動画で紹介して、ちょっとね、ここにも出てる、顔のバブと、そしてホットアイマスク、これをね、まとめ買いするチャンスではあるので、おそらくツルハドラッグかマツキヨあたりでまとめて買おうかなと思ってます。でね、顔のキャンペーンのいいところって、他のドラッグスターのキャンペーンとか割引とかと組み合わせて使うこともできたりするんで、それがね、また良かったりするんですよね。まあ、スーパーのこのキャンペーンに関したら、僕自身は正直なところ、一回に3000円のお買い物ってなかなかないんですよね。やっぱり一人暮らしなんで。なので、もし、まあ、年末まとめてお買い物する 場合は参加するかもしれないですで、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンクそれぞれ概要欄にリンク貼っておきますのでまたね詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日もどう ということでね、今日は久しぶりのおまけということで、まあ、久しぶりの時事ネタをちょっと持ってきました。18歳以下に現金10万円支給マイナンバーカード保有者にポイント3万円付与もということでね、ずっとね、今日ツイッターのトレンドで見かけることが多かったんですけども、マイナカード、マイナンバーカードですかね、保有者にポイント3万円付与も政府与党は4日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた支援策として、18歳以下の子供や若者に現金10万円を一律支給する方針を固めたと。で、今回はこの所得制限儲けない。 政府が19日の取りまとめる大型経済政策に盛り込むマイナンバーカードを保有する全国民を対象に1人3万円相当のポイントを付与する方向でも調整しているということでございます。で、現金給付の対象として0歳から高校3年生までと。なのでね、お子さんがいらっしゃる方はね、結構嬉しいニュースかなと思いますね。で、今回ね、やっぱり絶対賛否両論出てくると思うんですよね。このマインダーバーカードっていう、おそらく僕の視聴さんに関すれば、ほぼほぼまあ発行されてる方が多いのかなと思うんですよ。まあ以前あったね、 マイナポイントあったと思うんですけども、あれでね、参加されてる方が多いと思うので、マイナンバーカードね、発行されてる方も増えてきてるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりね、ツイッターのトレンドの中で、いろんなリプライとか見てみると、やっぱり現金給付が良かったとか、ま、様々な意見が飛び交ってはいたんですけども、僕自身は、正直どっちでもいいというか、もらえるだけラッキーだなって思っちゃうタイプなんで、このマイナポイント3万円だけじゃなくて、やっぱりね、企業さんも自分たちの企業の決済サービスをやっぱ使ってほしいがために、 おそらく上乗せのキャンペーンも出てくるんじゃないかなと思うんですよね。わかんないですけども。なので、もし、この施策が、まあ、本当に始まったとして、すぐに飛び込んで使うっていうわけじゃなくて、企業さんがね、どんな風にまた後出し後出しで、上乗せするキャンペーンが出てくるのかっていうのもちょっとね、個人的に楽しみなとこではあるんですよね。ぜひ共感いただける方、グッドボタンお願いします。まあ、あとね、今回のこの施策について、やっぱりマイナポイントよりかは、現金が良かったとか、何か思うことがあれば、そちらもね、コメント欄書いていただければと思います。ということで、 ありがとうございました。